海上自衛隊護衛艦加賀が、ついに報道向けに公開され、非凡の強固な防衛体制が整いつつあるとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀の艦首間改造で広がる海上基地化を詳しく見ていきますね。日向や伊勢を無人機空母へ魔改造し無人機空母化するのも一つの手段かもしれません。出雲や加賀の空母化マジでギリギリですね。11万馬力、速力30ノット以上、これで F-35B 戦闘機が着艦するのかすごいよ。F-35B 破本と見えないみたい。海上自衛隊が2024年時点で運用する艦艇の中で最大の規模を誇るのが出雲型ヘリコプター搭載護衛艦艦首記号 DDH であるが、その2番艦の加賀が一度目の航空母艦化改修を2023年度末で計画通りに終えた。そのため2024年4月8日にはこの一度目の航空母艦化改修を終えた護衛艦加賀がマスメディアの報道向けに公開され、年々緊迫感を増す日本の周辺の安全保障環境の悪化に対する一つの対応策であることが示された。護衛艦加賀は2022年度末から今回の第1回目の航空母艦化改修に着手されていたため、およそ2年の歳月を費やして、その改修工事を終えたもので、1番艦である出雲は、同志第1回目の改修工事を2021年6月に先んじて終えていた。ただし、出雲と加賀の第1回目の航空母艦化改修は、回数と名称こそ同様ではあるが、その実施内容には大きな差があり、大まかに言えば、加賀が出雲に先んじて、大幅な外観の変更も含む改修が施された形である。具体的には、出雲の第1回目の航空母艦化改修においては、主として艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の機関部の排気熱に対処するための飛行甲板の耐熱処理や、その滑り位置を示すトリムラインの追加といった内容が主であった。これらの改修工事に加えて、加賀の方では、飛行甲板の前方部分の形状を、従来の台形型から四角型に拡幅する大掛かりな工事が出雲に先んじて実施され、第一印象で航空母艦化が進んだことがはっきりと認識できる。今後の第2回目の航空母艦化改修のスケジュールについては、出雲が2024年度末から、加賀が2026年度末からの実施予定とされており、両艦ともに、この改修工事は2027年度内を目途に終了するとめされている。出雲型ヘリコプター搭載護衛は、基準排水量で 19,500 トン。満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルの艦体を持ち、カスタービン機関4機を機関部に据えるコガグ、方式で、最大 11.2 万馬力、速力30ノット以上を発揮する。ヘリコプター搭載における出雲型のキャパシティは、5つの同時離発着が、可能なスポットを備え、艦内に収容可能な機体数は、最大で14機ほどと公表されていたが、この能力は今後も維持する方向であると説明されている。出雲型が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする場合、2度目の航空母艦化改修を終えた後には、艦内に同機を10機前後収容可能な能力を獲得すると見る向きが多いが、現状のヘリコプターの収容機数の上限から考えても妥当な線と思われる。出雲型護衛艦の2隻は、第2回目の航空母艦化改修時に、艦内の収容スペースの区画整理も行われることが示されているが、現行のヘリコプターよりも付帯して必要となる必要機材や物資が増加することは想像に難くない。それは、機関部等の交換用の部品類をはじめ、F-35 ライトニング 2B 型という垂直発射着陸短距離離陸が可能な特殊な固定翼機の運用を行うに際しては、既存のヘリコプターよりも多くのスペースを必要とするためだと考えられる。当然、戦闘機としての F-35 ライトニング 2B 型には、搭載するミサイル類の兵装などの収容や管理にも従来にない対応を行うことが必須となり、効率的なこれらの運用を行う上では避けられない変更になるのだろう。
出雲、片護衛艦を数多くのマスメディアが取り上げる上で、その紹介の文言には、大日本帝国海軍時代の正規の航空母艦で、加賀と名称を同軸する加賀と、ほぼ同じ規模を持つ等の表記がよく目につく。しかし、大日本帝国海軍時代の航空母艦の加賀は、基準排水量で約2万9500トン、満載排水量で約3万3693トン、全長で 238.51 メートル、全幅で 31.67 メートルの艦隊に、最大で出力 9.1 万馬力、速力 26.7 ノットといった艦容だった。この航空母艦、加賀は、さすがに、正規の航空母艦というだけはあって、各種の艦載機を、最大で60機前後搭載できたとされており、今と昔の艦載機の性能の比較など無意味だろうが、その収容力は全く異なっている。艦隊の規模感も全長こそ、今の海上自衛隊の加賀と大日本帝国海軍時代の加賀とでは近似値とはいえ、排水量においては、後者が基準で 1.5 倍、満載で 1.3 倍ほどにも相当し、一回り以上上回っていることは明白である。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了させるといっても、かつての大日本帝国海軍の加賀が世界的に見ても、大型空母の位置を占めていたこととは、位置づけ的にも大きく乖離はあるだろう。さてそんな出雲型護衛艦だが、艦載機となる F3 ゴライトニング 2B 型の準備も同時並行で進められており、今年2024年内には、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地に暫定の飛行部隊が創設され、最初の機体が配備させる予定となっている。航空自衛隊では、現時点の予算上で F3 ゴライトニング 2B 型を総数で42機調達する計画で動いており、出雲型護衛艦2隻の航空母艦化改修完了後の艦内に10機前後という収容キャパシティからすれば、十分な機体数にも感じられる。ただし、日本が現状最大の仮想敵国と捉え、その軍事的な脅威を防ぐことを課題としている昨今においては、当の中国は、昨年2023年6月には、3隻目の航空母艦で、初のカタパルトを装備する福建を進水させており、その差が埋まるとは考えにくい。中国海軍の福建も、同国メディアが散々懸念でされているように、実際にアメリカ海軍で、すら、ようやく実用化を始めた段階の電磁式カタパルトを、同艦で、まともな実用的な機能として運用できるのかは未知数ではある。しかし、日本は、出雲、型2隻を航空母艦化改修するとはいえ、単から、対照戦で中国軍と対抗できる可能性は低く、今後の制海情勢の推移と、航空母艦となった出雲、型の運用実績を重ね、次の対応策を練るしかなさそうだ。そもそも、第二次世界大戦の終結以降、ある程度、以上の規模を持った国の海軍艦艇同士が、直接の戦闘にまで及んだケースは、イギリスとアルゼンチン間でのフォークランド紛争以しかなく、今後も、正規の可能性は低いだろう。今や、アメリカ海軍の誇る空母打撃群であっても、中国が着々と配備を推進している中、長距離の地対艦ミサイル群により、台湾海峡や中国沿岸部への接近は困難になったと目されており、今更、日本がこの分野に割り込むことは現実的とは思えない。それでも、出雲型護衛艦の航空母艦化改修を進め、F3 ゴライトニング 2B 型を艦載機とするのは、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛のためには沖縄本島にしかない陸上基地の航空戦力だけでは不安が拭えないゆえだろう。これら沖縄本島の陸上の航空基地は仮に中国との間に有事が発生した場合には真っ先に攻撃対象とされることは間違いなく、日本は投射可能な航空戦力の大半を早期に喪失してしまう可能性が限りなく高い。その際に生きてくると考えられるのが、航空母艦化された出雲型護衛艦2隻に搭載された F3 ゴライトニング 2B 型であり、日本の南西諸島における脆弱な航空戦力をカバーする重要な存在となるだろう。今年で、早くも3年目に突入してしまったロシア・ウクライナ戦争であるが、
同戦争を見ても、敵の防空兵器が完備された状況下では、いわゆる第4世代戦闘機は撃墜を回避できておらず、F-35 ライトニング 2B 型のような第5世代戦闘機の重要性はさらに増している。そういえば、最近では、中国空軍の J-20 戦闘機は、同国が主張するような、いわゆる第55世代戦闘機ではなく、その性能から推察すると、第4世代機の進化版程度ではないかという指摘も見聞聞きする。これが事実であれば、台湾や日本アメリカにとっては朗報ではあるのだが、何にせよ、中国は、この J-20 戦闘機の生産数も機関部の国産化と並行して激増させており、数で押される状況は覆りそうもない。